んにちは、バランです。前回アメリカのアンティークショップでのお買い物の様子を動画にしました。なので今回はその時に購入したアクセサリーをすべて紹介するのと、実際につけた感じを動画にして皆さんに見ていただきたいなと思います。まずこの5つが今回購入したパール系のピアスとイヤリングです。私の作るアクセサリーを見てくださってる方はもうご存知かと思うんですけど、私は大ぶりのピアスやアクセサリーが大好きです。で、今回購入したのもかなり大ぶりなものも多かったりするのと、あとはこんな風に耳元で揺れるタイプが特に大好きです。今回気に入っているのがこちら。すごくシンプルなデザインなのに、ちょっと今までに見たことのないようなこの飾りがついているのがすごくときめきました。裏側はこんな風になってます。ちなみに値段は7ドルぐらいだったので、だいたい800円ぐらいです。次に気に入っているのがこのパールのイヤリングです。これもかなりパールがジャラジャラついていて、後ろはイヤリングになります。これ土台は三角形なんですけど、この小さな小粒のパールがいっぱいついていて、さらにちょっとこう大ぶりなパールが揺れるようについているので、結構フォーマルなお洋服なんかにも合うかなと思います。ちなみにこれは15ドルぐらいなので、だいたい1600円ぐらいで購入しました。で、こっちと似たデザインなんですけど、こっちはゴールドで、こっちがこうシルバー系のものだったので、両方買いました。すごく独創的で、なかなか自分では作れなさそうな形なので、思わず買ってしまいました。裏はイヤリングになっていて、クリアなビーズとこのパールがとても綺麗で可愛らしいです。これもだいたい1600円ぐらいでした。次にこのゴールドのチェーンとパールが一緒になっているものなんですけど、これはだいたい5ドルぐらいなので600円ぐらいでした。この鎖の部分がなかなか自分では持っていないパーツなので、素敵だなと思って購入しました。そして最後に、私がめったに買わないピンク系のピアスです。裏側はこんな風になっていて、このゴールドのパーツと、ちょっとこうヌーディーなピンク系のパール、あとはこの薄いピンクのビーズがくっついてるパーツなんですけど、ピンクのアクセサリーは持ってる服になかなか合わせづらいのでほとんど買わないんですけど、今回のようなこういったくすみカラーのピンクは洋服にも合わせやすいかなと思ったので、ちょっと挑戦して買ってみました。値段は600円ぐらいでした。で、次にゴールド系のピアスやイヤリングです。このイヤリング、とっても形が珍しかったので購入してみたんですけど、この金具が珍しかったのと、ちょっとこうデザイン性のあるイヤリングだったので思わず購入しました。ここに耳タブを挟んで、こうグッと好きなところで調節して耳につけるみたいです。で、次にこのゴールドのイヤリング。これはシンプルなんですけど、どんなお洋服にも合わせやすいかなと思って購入しました。これは比較的状態がかなり綺麗でした。で、次のピアスなんですけど、これとよく形は似ているんですけど、ここのパーツの部分がちょっとこう乳白色のような素敵な色だったので購入しました。こんなピアス金具です。で、最後にちょっと変わり種っぽいピアスなんですけど、これはポップな感じだったので、ポップなお洋服に合わせたいなと思って購入してみました。これ結構おもちゃっぽく見えるんですけど、意外と重量感があるのでちょっと重いかもしれません。こんな風にピアスになってます。
次に購入したのがこのゴールドとシルバーに分かれているんですけど、この袋の中にいろんな種類のピアスやイヤリングがこうセットになって一角で売ってました。これなんと値段が5ドルだったので、だいたい600円ぐらいで購入しました。ちなみにこのプレートも激安の100円で購入しました。かなり大ぶりのものも多いみたいです。こんな感じで種類ごとに分けてみたんですけど、 1,2,3,4,5,6,7 種類のすべてピアスが入ってました。ちょっとこうロープのようなデザインのものや、あと貝殻っぽいデザインのもの、これだけはイヤリングみたいです。とシンプルなパール、これがちょっとデザイン的にも好きかなと思うんですけど、こんな形のピアス、あとかなり大ぶりなもの、これはかなり攻めたデザインだなと思うんですけど、シンプルなお洋服にだったらギリ合うかなって感じです。あとはこれちょっと一番つけにくそうなデザインなんですけど、かなり重みもあって重量感たっぷりのイヤリングになります。あとはこのパーツごとちょっと取り外せそうなので、この部分だけを使ってとか、この部分は残してここに何か別のものをつけてとか、リメイクをして使っていきたいなと思います。次にシルバー系です。ゴールドに比べてかなり数は少なめかなと思います。シルバーは 1,2,3,4 つのピアスが入っていたのと、なぜか1個だけこのパーツが入ってました。シルバーはゴールドに比べてかなりシンプルかつ小ぶりだったので、ちょっとこう使いやすそうなデザインのものが多いです。でこれシンプルなんですけど、結構こう珍しいデザインで可愛いかなと思います。これもどんなお洋服にも合いそうなデザインです。これはこんな風にここが揺れます。これが一番可愛いかもと思ったんですけど、この質感が結構マットな感じのものになってます。あと今片付けるときにちょっと気がついたんですけど、このピアスの裏側ちょっとこう青みなりがかった緑青というサビなんですけど、これがちょっとできてしまってました。アンティークのイヤリングやアクセサリーを買うときにはこういった状態もチェックしてから買うんですけど、今回はひとまとまりになっていたのでこういった部分に気がつけなかったんですけど、この緑青というサビはできたばかりだと綿棒なので取れる場合もあるんですけど、取れない場合は重曹やお酢とお塩を使った掃除方法で取り除けるので、後でちょっと綺麗にしたいと思います。で最後に、私普段イヤリングやピアスばっかり買うんですけど、今回は珍しく可愛いネックレスやブレスレットを買ったので、それも一緒に紹介したいと思います。まず私の中ですごい気に入ってるのがこの2つのパールのネックレスなんですけど、1つ目はこんな風に細いテグスに大小様々なパールがたくさんくっついてるようなデザインになってます。つけてみるとこんな感じです。かなりこのネックレス首元が華やかになるのとインパクトがあるので、こういったものをつけるときにはちょっとこう耳元のイヤリングやピアスはお休みしたり、2粒のシンプルなものにするのがいいかなと思います。次に一目惚れで買ったのがこのパールのネックレスなんですけど、これすごく面白くて、このネックレス今までに見たことのないデザインで、もう一目惚れで買ったんですけど、ネックレスというよりちょっとこう首に巻くようなタイプのデザインになってます。この真ん中部分は結構細いんですけど、この下に行くにつれてこう広がっているようなデザインになってます。なのでこのネックレスはこんな風に首にかけてあげて、この首元でねじってつけるのが正しいつけ方なんじゃないかなと思います。マネキンがそんな風につけてたので、それを真似してちょっとつけてみるんですけど、ちょっとこの服にはあんまり合ってない気がするんですけど、首に巻くとこんな感じです。意外とこういう白いお洋服にも合うのかなと思いました。ちょっとこうキュッと結んでもいいし、こんな風にゆるく結んであげても可愛いかなと思います。で次に買ったのがこのチョーカーです。このベージュ系の革にちょっとこうスタッツのようなビーズがいくつもついているようなデザインになってます。
で、この留めるところにはこういったあのパッチンがついているので、首で一回こう巻いてパチッてするようなタイプになってます。私チョーカーってあんまりつけないんですけど、これは結構こうネックレスのような感覚でつけられるので、あのつけやすいかなと思いました。で、次にあのかなりインパクトのある5つ目のブレスレットを買いました。つけてみるとこんな感じです。あの腕が出るお洋服の時はこれを1個パコンとつけるだけでかなりインパクトが出るかなと思います。次にこういったデザインのシンプルなブレスレットを購入しました。これはこんな風に腕につけると中にクリアなビーズが入っているので光が差し込んでこう綺麗にあの見えます。もう一つはこんな感じのデザインのブレスレット、結構一つ一つのパーツの主張が強いので、あのちょっとインパクト大きめです。巻くとこんな感じになります。というわけで今回は私の大好きなアメリカのアンティークショップで購入したネックレスやイヤリング、ピアスの紹介でした。あのアンティークのアクセサリーに興味がない方も、日本にはない珍しいデザインだったりパーツがいろいろあるものが多いので、そういうのを見るだけでもあの新しいアクセサリーのデザインが生まれるきっかけにもなるかもしれないので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。またぜひ次回の動画も見てみてください。